それではすすめきのぴよ隊長の続きやっていきたいと思います。というわけで今回はおまけ編です。あ、でもおまけというだけでステージがプレイできるとは限らないかな。ビジュアルとかサウンドテストだったらどうしよう。まあとりあえず見ていきましょう。お、探検妖精の国スーパーマリオ 3D ワールドより。この光ってるページはプレイできるんですよね。お、ちゃんとキノピオ隊長が遊べそうですね。じゃあ頑張っていきましょう。スーパーベルの丘、ちょっと雰囲気が違うね。おお、いきなり爽やかで軽快な音楽から始まる。なんだ、とりあえず触っていこう。すごく広いですね。お、あ、あるある。とりあえずコインはいただいていこう。なんていうのこれ、キノコ模様の平原が広がってるけど、お、なんか巡回ルートっぽいのが描かれているな。とりあえずいろんなところに行って触りまくろう。おお、あ、スーパーベル、これがスーパーベルなのか。いや違う気がする。スーパーベルツリー的な。お、叩け、はい。おお、あ、待って、ちょ動くん。動くキノコは珍しいですね。お、え、動くキノコどころじゃねえ、コインが動いてんだけど。お、ちょ今クリボーがなんか土管通っていかなかった。何、最近のクリボーってのは土管もいけるもんな。あとカメラの回転がなんか右スティックで自動的に45度ずつ動いてる感じ。あ、てか、うん、これ以外いけないな。何ここ気になるんだけど、触れ。おお、おまけステージだからなんかこうアクションゲームみたいな雰囲気になってる。これ触ったらダメージ受けちゃうよね。どうしよう、下の方に行くのはまた後にして、上から行くのがキノピオ隊長の基本。ジャンプできないから叩くしかないのか。ほい、これぐらいの高さ登れるでしょ。エピローグで見たよ。こっちに来て、お、叩け。すげえな、キノピオ隊長はすごくないけど俺がすげえな。プレイヤーのタッチ万能。お、なんだか怖いんだけど。おお、綺麗な海だな。青々としてる、青々としてるっていうのはちょっと表現が違う気がするけど、飛び込みたくなる青さ。あっちは大砲、そしてここはまだ来なくていい場所かな。あ、気になるな。お、いいよ、コイン100枚ぐらいは集めたいな。え、な、何これ、何かの足跡的な。狼だったらここ壁をよじ登れそうだけど、ちょっとやばいんじゃないの。はあ、よかった、助かった。じゃあ、あ、あの土管上から入れるのか。なるほど、オッケー。そして降りる。おお、結構コインあるな。もうちょっとで100枚達成するけど、ほい、オッケー。おーっと、なんだって、コインを取るとコインがなんかコンボしていくっていうのもあるんだ。え、何今の音。コンボコインを取り切ると音が鳴るのかな。 OK、 タッチ。ここには株が存在しないからクリボーをやっつけるには踏むしかないよね。でも踏めそうな場所があまりないからいっかな。こうやっておいで、ここに引きつけて
ほい。あ、来ないや。ダメだ。諦めましょう。株がないときは退散する。これ上から行った方が安全だな。さあ、キノピオ隊長エピソード3までクリアしたから安全第一っていうのが基本。あれは踏みたいな。踏みたいなっていうか、土管の上乗っていけるかな。いけそう。あ、ちゃんとガラスめいた音が。こうなってしまうと倒したくなる。倒せそうな時にはやっつけちゃう。オッケー。ほい、逃げろ。でもコインは探す。えい。おお、ちょっとお助けー。とりあえず触ろう。一捨て、あ、隠しコインこんなところに。ここはよくわからないステージに登って、あそこはコインないのかな。まあいい。なんか怪しげな池の中にコインが。タッチタッチ。これは中に何か入ってそうだけど、ポロッと何か起こってこないのかな。そんなことはねえか。とりあえず触りまくって。え、何あれ。ちょっとなんか気持ち悪いクリボーがいるんだけど。しかもジャンプしてる。反応生えてるクリボーは見たことあるけど、尻尾と何あれ、毛も耳がついてるんだけど。とりあえず池から行こう。なんだ、家庭用プールみたいな感じかな。そして、お、なんだ、特に、あ、でもコインがある。茂みにあるコインってあるんだかないんだかわかんないな。隠れゴールドキノコとかもありそうだから、よく見ていった方がいいかな。怪しいところは特に。おお、コインの山じゃ。なんか罠っぽいんだけど。警戒心を強くしていくのは基本と思ったけど何もない。おお、コインが稼げる。上から降りて何かいいことあるかな。あ、そっか、ここから行くんだな。見えないけど、ほい、あた、何かないかな。オッケー。この木の上に落ちたかったけどできなかったな。つうか、ここの木だけやたら背高くね。どういう成長期よこれは。お、なんだ、簡単にスルーできるぞ。追ってこないし。お、叩きましょう。連続タッチする必要がある場所があるかもしれないから気をつけよう。おっと、まさかワンナップキノコだとと思ったけど、これ消えたりしないんだ。途中で透明になったりしないかな。まあ いや、じゃあ放っておこう。触ってみたらそんなことないか。ほい、ゲット。ひたすらタッチし続ける。あ、空中でも止められる。てか邪魔だよ。ほい、あいつなんかニャーニャーとか変な声出してるな。でも一定ポイント行き来するだけだから、普通のクリボーよりか簡単かな。お、灰色ブロックがこれだけあるとツルハシがありそうだけど、下の方に行けそうだから行ってみよう。いやいや、びっくりしたな。はしご使ってくれよ。ここはどうやって行くの。いや、まずは下から見て。いや、これ降りたらもう戻れないだろ。どうする。あ、でも行けないのか。惜しいな。ここ左側行きたいけど、どうやら柵を越えていける要素はないようだね。しょうがない。じゃあ降りましょう。もう一回だけチャレンジするけど。ほい、残念だ。降りましょう。ゴールドキノコがあっちゃ降りざるを得ない。
そして謎、謎ボックス。あ、これアネミーラビリンスのワープゾーンか。なるほど。上の方は OK。 さあ向こう側どうなってるか。ここから出てくるんだな。コインがもう393枚ってだいぶ稼いでるな。これコンボコインでしょ。あ、パワースター発見。しかもちゃんと緑色。え、なんか今、おー、キノコ。放っておいてもいいかな。あ、斜めになってるぞ。放っておきましょう。待って、でも海に落っこったりしたら嫌だから取っておこうか。迎えに来ました。オッケー。ちゃんと叩いたら出てくることあるじゃん。オッケー。さあ行くぞ。来た。おお、なんかアスレチックって感じだな。え、ほいほいと、ふぅヒューとか言って褒められたけど、こんな感じ。すごく広いフィールドをただのびのびと冒険しただけなんだけど。あ、裏側は何かあるかもしれない。裏が見えないのが悔しいな。叩け。おーっと、ちゃんと触ってみるもんだな。オッケー。444枚。ゾロ目で霧がいいけど。おお、なんだここ。ちゃんと虹が見えるような視点に切り替わるんだ。不思議な演出。こんなものかな。よし、じゃあパワースター取っちゃいましょう。いや、稼いだ。ちょっと緑色。オッケー。そして王冠もゲット。なんだ、おまけっていうからなんかめっちゃ難しいステージが待ってるかと思ったけど、楽しいだけだな。よし、じゃあ次、砂漠のツッコンドル遺跡。ツッコンドルか。しかもアンロックしていかないといけない。でも35個って、もしかしておまけってあれか。あのエピソード3までをさっとクリアした人でもいつでも楽しめるみたいな感じの場所なのかな。まあいいや、じゃあやっていきましょう。お、さあ突っ込んどるがいっぱい出てくるってことは名前でわかるけど、ここ気になるんだけど、ちょっとどうなるの。これすごく気になる。いっちゃえ。いやー、やっぱり落ちるじゃないか。落ちるじゃないかっつったって、ここすっごい気になるじゃん。まあ落ちて一回ミスして何もなかったということが分かったから、よしとしましょう。あのツッコンドルは首を変えてくるんですね。角度を変えて攻撃してくるとなれば、こうやって引きつけて避ける。オッケー。ちょっと待って、ここどうやって取るの。ツッコンドルさんやっつければいい。ここの流砂とこの土管の関係がわからないな。気になるわ。えい、タッチ。落ちるしかない。あと変な蜂っぽいのがいる。ちょー、あ、しかも追ってくるぞあいつ。追ってくるぞあの蜂。パウブロックを使ってやっつけるんだな。近寄れない。オッケー。ここズームインができないじゃないですか。しょうがない、ズームインはできないならできないで。またここか。でも落ちると思うからやめましょう。さあ今度ははしごを使って上に登るぞ。おー、なるほど、そういうことか。ツッコンドルさんが後ろ振り向いてくるのかな。そんなことはない。後ろにはトントン無頓着だな。これ踏めるかな。いや、トゲ持ってるからやめとこう。先入観かもしれないけど、ダメージ受けたら悲しいから。ここまで来たけど特に何もないな。じゃあ入っちゃおう。あれ、ここはどうなの。まあいっか。
おー、ズッコンドルが途中にいるけど、ただいるだけか。ほい、サボテン、ハチがいて、あ、上に金がある。お前なんぞサボテンに突っ込んでしまえ。くっ、さすがハチ、やるじゃない。キノピオさんはこれに触ったらダメなの。あ、下の方に行けそうだな。でもあえて行く？行くでしょ。この冒険語るキノピオ隊長は行かないわけには。あ、そもそも入れなかった。上の方にくるん、回転する意味がわからんな。出ましょう。おっと、これは走っていけばなんとかなるのか。怖いです。ほい、なんか、なんとかいけた。タッチタッチ、コインあるでしょ。水飲んでんじゃねえか。え、ってことはこれうまく取らないと危ないってことか。あと一応画面手前何もないかな。 OK、 これ触りながら、いや、首を向こう側に、ほら、こっちだぞ。おー、来るんだ。落ちよ、普通にポロッと落ちて。ほい、あ、違う違う違う、 OK、 出ましょう。ふう、株さえあればお前らなんぞ。もしかしてこの世界は砂漠だから株がないとか。ちょっとこれ乗ってるだけでいいのかな。 OK、 変に動かなければ大丈夫だね。ちょっと隠しコインはないかチェックして、止めて、おーっと、んー、蜂のくせにのろまっちゃのろまだけど、うー、なんか急に足場が悪くなったぞ。あ、くそ、視点が自在に変えられないから、探して回しての大冒険ではなくなっているが、おーっとっと、いてて、くそ、いやー、これはもしかしてコンボコイン？走るしかねえ。ふう、キノコ出たばっかりだからしばらくなさそうだな。これ壊してもらおう。おっとっと、さあこっち、あれ、オッケー、これは入らざるを得ないだろう。その前にキノコ欲しいけど、上どうなってんの。あー、コインがあるけどいけない感じ。逃げましょう。あれ、そっち行くの。出て、まずゴールドキノコ、オッケー。ここは視点がここまで切り替わるんだ。これ頼む、来ねえ。キノコじゃなかったか。突っ込んでる相手には大きいキノピオさんじゃないと怖いですね。さあここは蜂は引きつけて止めて登っちゃおう。特にコインがなければ用はない。ここどうなっとん？あ、普通にはしごがあった。オッケー。おお。いいね。奇数がいっぱい増えてるから別にやられちゃってもいいんだけど、なるべくダメージを受けないに越したことはない。おっと、なんか気になる。なんだあれ、中途半端なピラミッドだな。さて、ここ気になりませんか。それともこれはただくるくる回してるだけ。そういうもんか。じゃあ取っちゃおう。あ、なんかここ
右側気になる。足場があったらどうしよう。オッケー、王冠もゲット。うん、ちょっと危ないステージだったけど、歩いてコインとキノコを取れるだけという素敵なおまけだな。次は影の路地裏。路地裏な上に影、すごく怖そうなイメージ。パックンを植木鉢に入れて持ってるぞ。これは面白そう。おお、あ、影っていうのはこの壁に映ってる影か。何かあるんでしょうか。そうだよね、取れないよね。影だから何か独特なことがあるのかな。持ち上げられるのかな。あ、持ち上げられた。これで何か、うおー、なんか見てはいけないものを見てしまったような。まさかのパックンがパックンを食べる。あ、影があるってことは、おお、食べるなよ、僕のだぞ。ほい、お、いいね、食べて食べて。おお、便利。ああ、特に何も罪がない。黒い人たちをやっつける。おお、何この最強じゃん。4次元ポケットか、お前のお腹は。いいね、楽しい。止めてて、おお、こっち乗ろう。この影が何かのヒントになってるってことは確かだね。お、なんだって、もしかしてお別れ。がっかり。え、ちょっと、あそこもう一回入ったらやばいよね。おお、手前側に来れんの。これ来れない。さあ、いきなり 2D アクションゲームになる。はい、一応タッチタッチ。はしごがあって、おーっと、大丈夫かこれ。いけ、おお、なんだこいつら食べられねえのかよ。おっと、振り向いてくる。危ない危ない。お、ファイヤーだけど植木鉢に入ってないから持てない。来た、ほい。何あの、ちょっと壁がこっち見てて怖いんだけど、あれも食べてもらえるのかね。おお、もっとお食べ。あ、でも持てない。じゃあオッケー。おーっと、まさか牙を向いてくるとは。で、自分のタッチで消せるじゃねえか。あ、一瞬消せるだけか。なんかやばいとこに置いちゃったような気がする。ほい、にゃー。あ、よかった、下から取れた。危ない危ない。さあ、食え。オッケー、触っておこう。おっとっと、タイミングよくいかないと怒ってしまうぞ。 OK。 お、ここなんか怪しくない？なんか嫌な影があるんだけど。いや、もしかしたらライトに近くて、ただ体がでかいだけかもしれない。体というか影がでかいだけかもしれない。そろそろ行こう。そろーりそろーり。ん？影があるだけか。なんだ、びっくりさせただけかよ。手前側は特に何もない。おおう。ただのクッパの影だった。よし、基本的におまけはゴールドキノコさえ手に入ればお題もクリアできるのかな。丁寧に見て回ればいいみたいだね。じゃあ次、透明土管ツアー。これは大変そうだな。
あーやっぱり中にウニっぽいのが、ウニって言っちゃおかしいか、トゲトゲがある。さあ行き先をよく見ていかないと危ないよね。まず入って反対に回っていけば簡単に取れる。さあどんどん透明土管でツアー満喫していきましょう。あそこやべえ、どうやって行くんだよ。ツルハシ必須じゃない？それかまたパックン捕まえられない。あそこにあるけど、待て待て落ち着け。ツルハシがあそこにあって右側にゴールドキノコ、つまりゴールドキノコが最優先。そしておお、なんだそういうことか、怪しいと思った。これこうやって入って戻ってくるんだ、気づいてよかった。よし、じゃあまずはゴールドキノコ。あ、やべやべ、あぶな。おお、ちょっとどうしましょうこれ。今だ、ふう。ちょっと逃げながら考えますね。ツルハシを取ってこちら側のやつを壊す。そして右側に行くとワープゾーンがある。ワープゾーンはどこに行くんだろう。でもとりあえず左の方に行こう。行くぞー、左上回転して。全然ツルハシ振ってねえけど、このツルハシすごいな。オッケー、ついでにファイヤーパックもやっつける。さてここワープブロックはまた後にして、まずは左の方から行こう。ふう、戻るだけ。そしてと、わあ、これここに入ればここから出てくるのかな。パウブロック叩いちゃえ。おー、上の方がよく見えないけど、さあ行くぞ。ほい、あれがどこに行くの。あ、向こうに行くの。やっぱ登って、これは上に行けるんだよね。こっちに来たらパックンに触っちゃうってこと。あ、でもコインがあるぞ。しかも2回行かないといけない。ファイヤーでやっつけられないし、どうなってるんだ。おーっと、結構判定広い。逃げろ、もう一回行かざるを得ない。オッケー、さあ戻って引き寄せて逆側。ここは通り抜けるだけなら簡単そうだけど、おーっとギリギリ。お、あ、なるほど、出る瞬間にちょっとだけ動き止まっちゃうんだね。じゃあ頑張ってさっきのところまで戻りたいと思います。はい、というわけで戻ってきました。そしてたった今知ったことなんですけど、くるくる回ってるとキノピオさん目回しちゃうみたいですね。ここでこうやって回って止まってたんですけど、へえ、初めて知ったな。よし、じゃあ土管は余裕を持って出られるようにしましょう。まずはここでちょっと待って、そして出よう。ナイス。おっと、今度はちょっと難しい。やっぱりコインはあるから取って、今じゃ逃げろ。おお、結構ギリギリ。オッケードーン。ちょっと先の方が分かんないんだけど、あ、なんてことはない。ほい、あ、蓋が閉まっちゃった、戻れないんですね。さてとこれは右、おっと、なんか今キラッと見えたけど、あ、気のせいか。上の
光がちょっとだけ漏れてるんだね。ここジャンプして戻ってくる時間があるから、ほい、オッケー、ポン、おっと、オッケー、上の方は回転してるコインがあるけれど、なるほど、これで突き抜けて、しかしここは一旦戻ってこっちに行きましょう。これ特に下に降りる必要はなかったような気がするけれど、つい行っちゃった。左の方に倒しておけばなんてことはなかったよね。一応チェックしよう。OK、 これを使ってタイミングを合わせてこっちに来いってことか。ゲームだからだけど、この雲っぽいものに乗れるっていいよね。おっと、お、これはまたワンナップキノコがあんなところに。お、いいよ、ここにいれば楽勝。ほい、さあ追われるから逃げて。なるほど、ちょっと不思議な謎解きができそう。行けっていうのか、行きましょう。ヒュー、ざまー、何これ、気になるけど鍵っぽい感じ。あ、しかもよく見たらクロスケがいっぱいいる。ほい、おお、タイミングやばかったんじゃないのこれ。ほい、右、これ上に入れっぱにしてタイミング合わせて、ほい、上、おーっとタイミングが、今のは戻って正解かな。上に入力して、キュー、ワープした先はまだまだ土管は続く。これ見ると一番上に行くとパワースターだね。隠しコインはなさそう。オッケー、最後の最後で結構普通なイメージ。オッケー、ほい、なんか一番上気になるな、ちょっと行ってみようかな。ポン、特に何もないんだ、この辺にコインとかあったらいいの。オッケー、じゃあパワースターをゲットしよう。よし、バッチリクリア。うん、ここコインは150枚以上は稼げるっぽいですね。オッケー、そして進め、キノピオ探検隊。お、とうとう探検隊が出てくるのか。へえ、今まで全然働いてなかったけど、どうしようかな、やってっちゃおうか。よし、じゃあ探検隊挑戦していきましょう。アンロックに160個って結構かかるようになってきたな。探検隊と高原のキノコ岩。おお、高原のキノコ岩は懐かしいけれど、どうなるんでしょうね。さあ、お、なんだ、特についてきてくれるわけではなさそうだけど。青くん、お、今回は何も出してくれない、何も出してくれないし、お、ついてくるだと、これあれでしょう、探検のキノコを一人も失わなかったみたいな、そういうお題のような気がする。 OK、 あと今更なんだけど、ダイヤないんですね。お、起きてる黄色、ほーとか言って、まだ寝ぼけてんじゃねえの。お、このオレンジ色のところはただの明かりか。さあ僕についてこい。ついてこれないじゃん。どうなるのこれ。
ちょっと興味が湧いてきたな。放っておくとどうなるの？あー、でも連れて行こう。危ないもんね。嘘だよ、ほら来いよ、早く来いよ。オッケー、よし。さあここはこのキノピオ隊長に任せろ。百戦錬磨ですからね。ほい、スニーキングアタックは得意中の得意だ。ささささ、ほい、オッケー。さあもちろんそこにいる鳥も、ほい、イエイ。ダイヤが出てこないからちょっと寂しいな。お、あれ、そういえばもう一人は確かさっきシルエットが映ってたような、いたいた。待って、ここに4って書いてあるじゃん。4人集まらないとクリアできないんだ。じゃあやられちゃうわけではないのかな。仲間が倒されちゃったらミスになるのかな。おっとびっくり、もう一回来い。あ、指定位置に戻るんだ。へえ、掘りましょう。あれ、あ、株を持ってるから降りられないんだ。なるほど、届かないよね。ほい、よし、さあ乗り込め。そうじゃない、オッケー。君たちはここで待っていたまえって言ったらちょっと落っこちそうだから、やっぱ連れて行こう。ほい、緑くん。さあレッド、イエロー、ブルー、グリーン、なんでこういう順番なのかよくわかんないけどあるある。よし、さあ乗り込め。ほい、次は下ろして上げて、これなんでしょう、めっちゃ気になるけど。ちょ、いや、むしろこれキノピオ一人でやった方が。あー、こんな感じか。あれ、あいつあんなところまで戻ってるぞ。しょうがない、迎えに行こう。手間のかかる隊員たちだな。オッケー、よし、さあ乗り込め。ほい、わーい。おお、さすが隊長です。お、え、コインを90枚集めただと。そんなにコインないよな。どこかにゴールドキノコがあるか、もしかしてあのコイン引っこ抜ける引き抜け層ってみんなで引っこ抜くと一気に取れるのかな。どうなんでしょう。さあ不思議なお題が残ってしまいましたが、今回はこれまでにしておこうかな。さあ他にもいろいろ、170個のアンロックだと後半どうなっちゃうんでしょうね。というわけで、今回はこれまでにしておこうと思います。ではまた次回よろしくお願いします。はい、それじゃあお題のクリアに挑戦していきましょう。というわけで、進めキノピオ探検隊。コインを90枚以上集める。これは何か特別なクリアがあるのか、どこかに隠れゴールドキノコがあるのか、まあとりあえずやっていきましょう。さあまずは青くんたちは仲間にしないで一人で行ってみよう。あ、ついてきちゃう、くそ。これって2人でればコインが2倍もらえるとかそういうことでもないのかな。違うか。とりあえず、ほい、引き抜けそう。2人とも同じじゃない、別々の引き抜けそうを選んで、ほい。あ、これやっぱり隊長しか持てないのかな。他の引き抜けそうとかも同じ。おっと、おー、やばい。
これ仲間に当たったらどうなるの。あわわ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 、あーよかった、体力ない兵法さんで助かった。ほい、オッケー。さて問題はこれ、ここはどうしたものかな。あ、でも2人一緒に引き抜いてみたいんだよな。とりあえず2人ぐらいだったら大丈夫だろう。仲間に当たるのかもよくわかんないんだけど、当たらないに越したことはないだろう。ほい、おお、この辺にない、えい、引き抜け。あー1人しかやってくんない、青役立たずだな。みんなで引き抜くって発想がないのか。じゃあやっぱりゴールドキノコかな。ゴールドキノコはこの辺りが怪しいけど、ないないだと。じゃあやっぱり仲間が必要なのかな。キノピオさんたちが分断できるのを利用した方がいいのかな。どうなんだろう。分断させたからって何ができるのかよくわかんないんだけど、あとはこの辺に置いていくか。ほい、一人だけ乗っていっちゃう。おい、まあ落ちやしないから大丈夫だよ。隊長待ってください、隊長来ちゃう来ちゃう来ちゃうひどいなっていうか、ひどいなっていうか、お前らも今までついてこなかったじゃないかよ。しかも離れすぎると諦めるんだ。へえ、いいけど。さて一人自由な身になったけどどうする？引き抜けそう頑張ったおかげでさっきよりかコインは増えてるけど、あと40枚でしょ？とりあえずいろいろ見て回るしかないのか。普段行かないところに あるかも。ないな。こいつら何かあるんだろうか。でも株持ってこれないしな。ここから飛び降りる？なあ届かないよな。うわあちょっと危ない。ここ。あ、ああこんなところにあった。なんだって。まさかスタート地点の裏にあるとは。これは盲点。しかしこれでコインが100枚以上。おーいみんな。なんだよみんなでシカトして。置いてったのは隊長じゃないですか、やだーみたいな。すまぬ。というわけでゴールまで行きましょう。乗り込んで、わーい、さあ取り囲め。何君ら、エレベーターが動いたらもういいのかよ。というわけでバッチリクリア。オッケー、いやびっくりしたところにあったけど、結局この人たちは何だったの？ただのお邪魔？お荷物？なわけないよな。ちょっと気になるから、この人たちがダメージを受けたらどうなるか見ていこう。さあ結局のところ好奇心は捨てられない。すまんブルー、犠牲になってくれ。ちっちゃいやつになるのかな、それともおっとこれキノピオ隊長に向かってくるんだ。じゃあこれならどう。おお、まさかみんな一心同体なんだ。なるほど、僕たちは一蓮托生だよね、ということか。はい、というわけで
やられちゃうということを分かったので、もし探検隊がこれからもあるようなら気をつけていきましょう。気をつけていくっていうか連れていかないのがベストですよね。というわけで、また次回、今回は王冠クリアはこれでおしまい。というわけでまた次回よろしくお願いします。あ、みんなの目回そうぜ。隊長だけかよ。